ポリポリポリ。かゆいのか、しょぼい。湧き水が、おっと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 、しょぼくなりました。湧き水のあるコリドラス水槽、水入れ31日目。今現在パイロットフィッシュとして大和沼エビがいます。大和導入して3日目。導入する前は少し苔もあったんですけど、だいぶなくなりました。かなりエビたちが活躍してくれました。よし、よし、でも夜撮影した方が綺麗だな。そしてここですね、配管に接着したモス、だいぶ剥がれたんですけど、調子はまずまずだと思います。数日前は苔もあったんですけど、エビが綺麗にしてくれました。で、今問題なのはね、ここの湧き水、もうほとんどね湧いてません。配管的なトラブルか何かです。今日は配管メンテナンスをします。31日目、水入れ31日目。どうもサボリです。この水槽のレイアウトは全て取り外し可能です。メンテナンス性とレイアウト性、その両立を狙った水槽です。過去の経験上、湧き水の長期維持はすごい難しいんですよ。湧き水の配管をメンテナンスする意味、そして床材の砂、そこら辺掃除できるように取り外し可能。そういうわけでね、レイアウトはざっくりレイアウト、多少ずれてもあんまり気にしません。水草も取り外し可能。これもね、さらにお前らも避けてください。今回ね、この作業でどれぐらい砂が汚れてるか、それもわかるな。あ、エビが隠れてます。ちょっと作業の間、これこの草たち戻して、あ、エビが集まってきたよ。エビが、エビたちがね、3匹いました。あ、これでね、ここ分かりやすくなってると思う。ここら辺を、なんでかな、これどっから、お、復活した。復活しましたね。それと同時に汚れも舞ってます。あっと、ちょっと抜けた。おっと、ちょっと、ちょっと作業ができないんで、メンテナンス重視で。あ、石が入ってる。これぐらいかな。復活しました。この間にね、水替えですね。水替えは3日前にやったんですけど、
どうせなら今水替えします。これがこの水槽のいいところ。レイアウトとメンテナンスの両立。エビはね、常に食べてうんこして、エビ出るとね、糞がたくさん出ます。よし、これぐらいかな。あとは整えて、なんか玉が、気にしません。フィルターは2つです。トットパーフェクトフィルターとジェックスメガパワー2045。あとは配置するだけ。あれ、ちょっと写真見ていきます。あとは流木をセットするだけ。こうか。こうか。アーチをかければいいだけ。ちょっと、確かね、座りがいいポジショニングがあるんですよ。ちょっと、ごめん。ざっくりざっくり、ざっくりでいい、ざっくりでいいよ。再現できなくていいんですよ。毎回楽しみがあるから。うん、メンテナンスのたびにレイアウトが変わるシステム、これも面白い。よし、あとは水入れて。レイアウトは微妙に変わったと思いますけど、気にしません。グッピーたちも追加投入します。はい、そしてはい、よし、よいしょ、よいしょ、よいしょ、どれ、撮影環境、うん、やっぱお魚入ると違います。とりあえずチビグッピー3匹の追加でコリドラス来るまではこの環境で、おそらくコリドラス導入するときはエビは撤去します。エビは他の水槽に移します。はい、グッピーたちはどうしようかな、そこら辺ちょっと分かんないです。
以上、コリドラス水素生態導入でした。コリドラスではない生態導入でした。ありがとうございました。コリドラスの種類は未定。ネット営業さんの入荷情報待ちたいと思います。ありがとうございました。